皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回はですね、お客様からいただいた質問にお答えをしたいなと思います。今回いただいた質問は、大会が近くなってきてですね、絞れてきた時に、どれぐらいの体脂肪率、骨格筋率なんですかという内容でございます。私に限らずですね、競技をやってない人からですね、よく聞かれる内容の質問だと思います。体脂肪率どれぐらいなのね、ベンチプレスどれぐらい上がるのとかですね、非常によく聞かれる質問だと思うんですが、残念ながらですね、わかりませんっていうのが回答になってしまうんですね。だいたい大会直前ぐらいまで絞ったら 5% ぐらいかなって思って減量してはいるんですけども、そもそもですね、自分の体脂肪率を確実に知る方法っていうのが存在しないんですよ。体脂肪率がわからないということは、骨格筋率なんていうのもわからないということになるので、ご質問にはっきりとお答えすることができないのがちょっとね、心苦しいんですけども、そもそもですね、なぜ体脂肪率を確実に知ることができないのかっていうお話からさせていただくんですが、体重と一緒にね、体脂肪率が出るような体組成計なんかにこう乗って測るじゃないですか。私も持ってますけども、乗るだけじゃなくて電極を持ってですね、ピッて測るようなやつ、そういういいやつでもかなりの誤差があります。なぜかというと、体組成計の体脂肪率の測り方っていうのは、持ってるね、電極から電気を流して、その電気抵抗で体脂肪率を測るものなんですけども、それ以外に体重と身長のバランスから、機械がですね、だいたい身長これぐらいで体重これぐらいだったら、体脂肪率はここからこれぐらいの範囲だろうなっていう統計的なデータが入ってまして、それをもとに体脂肪率を出しているんですね。そういう統計的な数字も計算に入れて体脂肪率を出すもんですから、ボディービルダーのように運動をしていないような方に比べて、体重あたりの筋肉量が多い人っていうのは、どうしても体脂肪率が高めに出やすいんですね。私もね、1万円ぐらいするいい体組成計持ってて、減量中はね、もう毎日欠かさず体組成計で体重とか体脂肪率測るんですけども、大会直前になっても体脂肪率 10% 超えることって結構こうあるんですね。で、その一方でですね、病院とかすごいね、いいジムなんかに置いてあるような業務用の体組成計なんかで測ると、そこまで絞れてないのに体脂肪率 3% で出たりとかですね、するんですね。それぐらい持って測るタイプの体組成計というのは、いいものを使ってもかなりですね、誤差が出てきます。じゃあ他に体脂肪率をね、測る方法ないのかっていうと、大学とかの研究機関でですね、水槽に入って体脂肪率測るとか、 CT スキャンみたいなやつでですね、体の中身を見て体脂肪率を測るとか、そういう方法も実はあったりするんですけども、それでも結構誤差が出ると言われてます。 3% ぐらい誤差が出るってどっかで見た気がするんですけども、 3% っていうとこんなね、大した違いに見えないかもしれないんですけども、大会に出るレベルまで絞ったボディービルダーの体脂肪率で 3% の誤差って結構大きいんですよね。例えば、私の体脂肪率が 6% だったとします。それで 3% の誤差があるということは、低く出た時は体脂肪率 3% って出ますよね。で、高い時は 9% って出るんで、 3% から 9% の間ってなると結構誤差が大きくなるんで、そういうのもあってですね、大会に出るような選手の人たちっていうのは、体組成計で表示されるこう体脂肪率っていうのはあまり当てにしてない方が多いです。特にね、こういう競技というのは体脂肪率の数字で競争する競技ではなくて、何よりもですね、ステージに立った時の見た目で勝負をする競技なので、体脂肪率は目安程度に考えておいて、鏡で見た時の見た目とか写真で撮った時の見た目っていうところで、減量の進み具合、絞れ具合というのを把握していく選手が多いです。私もそうしてました。こう総合的に判断して、だいたいこれぐらいの体脂肪率だろうなっていうような予想をしながら減量しているというのが実際のところなんで、確実に何パーセントですってはっきり言い切れるようなものではないんですね。で、ちなみにですね、私がこう見た目でだいたいどれぐらいの体脂肪率かっていう、こう判断する基準がありまして、思いっきり腹筋に力を入れて、うっすら腹筋がシックスパックに見えるぐらいで、だいたいですね 15% ぐらい体脂肪率、力を入れてはっきりシックスパックが見えますっていうので、だいたい 12-3% ぐらいかな
ていう感じです。お腹の下の方に血管が浮いてくるぐらいの見た目になってきて、まあ 10% 切ってきたかなっていう感じですかね。もうちょっと減量が進んで 8% ぐらいになってくると、足のねカットといいますけども、こう筋肉の境目のこう溝がはっきり出てきたりとかですね、腕とかこう胸の筋肉とかに血管が浮いてきたりとかいうようなコンディションになってきて、本当に大会直前 5%、6%、 場合によってはもっと低いかもしれないですけども、それぐらいの体脂肪率になってくると、お尻にですねカットが出てきて、お尻がですね洗濯板みたいになります。想像できないと思うんですけども、私もねなかなかそこまでこう絞れたことってないので、大会に出たことがない方からしたらもっと想像しにくいかと思うんですけども、本当にね大会直前ぐらいまで絞るとお尻にもこう脂肪がなくなって、お尻も硬くなってくるんですよね。それぐらいまで絞っても多分 5% とか 6% とか、それぐらいの体脂肪率はあるんじゃないかなと思ってはいるので、よっぽど絞れている選手でない限り 3% とかねいう数字はいけないんじゃないかなって思いながら、まあ私は減量してます。同じボディービルダーから見ても、あの人はもうめちゃくちゃ絞れてるなと、もう今にも倒れて死んじゃうんじゃないかっていうぐらいの絞り具合じゃないと、やっぱりね 3% とかっていう数字は難しいんじゃないかなと思ってます。ということで、質問の回答としては、確実に何パーセントですってこうはっきりとは言えないんですけども、だいたい大会前には 5%、 6% それぐらいの体脂肪率じゃないかなと思います。今回はですね、お客様からの大会前体脂肪率どれぐらいですかという質問にお答えをさせていただきました。他にも聞きたいことがあればコメント欄によろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。